スポーツチャンネル日本プロ野球こんにちは速報 MLB を震撼させるヒット連発大谷選手爆発初のナンバー2指名打者デビューで3安打2打点3得点の活躍大谷選手オープン戦での圧倒的な打撃力が止まらない大谷選手試合にナンバー2指名打者として登場初打席で右翼へヒットを打ち2打席目ではセンターフェンスに当たる見事なトリプルヒットを決めました そして3打席目ではタイムリーなヒットを右翼に放ち3安打2打点3得点の活躍です2回の第1打席ではセンターフェンスの上を弾むボールに一塁で歩いていた時ホームランと勘違いしてゆっくり進んでいましたが一塁コーチから声がかかり慌てて三塁へ駆け抜けましたその後彼のヒットで左線にいたベッツ選手がホームに帰り次の2つのグラウンダーで2失点しつつも大谷選手は4点目のホームを踏みました この日の相手の先発は昨シーズン9勝を挙げた左腕ゴンバー選手大谷選手は6打数3安打と好成績を持っており彼に対して初回の第1打席で外角の低めのカーブに対応し右手だけでなく全身を使ったヒットを決めましたそしてベッツ選手のセンターヒットフリーマン選手のタイムリーヒットと続きスミスの犠牲フライで大谷選手がホームラン3回の試合ではベッツ選手がセンターへのヒットを決め 1>, 1アウトで1塁と2塁にランナーを進め大谷選手が右翼へのタイムリーヒットトップに3人の MVP が並ぶ強力な打線が進化を発揮した試合でしたキャンプ中も右肘の手術後の調整をしながらバッターとしての調整を行っている大谷選手2試合に出場し手術後の初戦では2回のノーヒットの後2月27日のホワイトソックス戦で5回にレフトへのホームランを打ちましたそして前日のガーディアンズ戦では3打数1安打2四球の活躍 全打席でベースに進むなど素晴らしいスタートを切りましたこれがオープン戦での初めてのマルチヒットゲームで初戦から3試合連続ヒット7試合連続でベースに進む快挙を達成しました大谷選手本当に止まりまりせんねオープン戦の打率は 714OPS は2.207とまさに前代未聞の数字ですが彼の足元も見逃せませんでしたこの試合では サクリファイスフライから三塁への猛烈なダッシュで生還しました大谷選手は毎シーズンのオフに右ひじの手術を受け今シーズンはバッターとしての活躍に重点を置く予定です期待が高まる一方でオフ期間中に向上した脚力も注目されていますトレーニング中さまざまな器具を使って体を変革しているそうです腕はボディビルダー級の太さですが同時にピッチャーバッターランナーにとって重要な足もしっかりと鍛えているんです 最初の打席では右翼前にヒットを打って出塁し3番フリーマンが1塁から3塁へ進むと4番スミスがセンターへのフライボールを打ち上げました大谷選手は3塁をしっかりと踏んでボールを見守りそれから強烈な加速で約2 7ル先のホームベースに向かいました陸上競技の中でも美しい体を持つスプリンターは多くいますが大谷選手もその一員ですね今シーズンでは40本のホームランと40盗塁を達成するという 過去にわずか4人しか達成していない記録に期待が寄せられていますますます試合をこなしていくと彼はスイングやピッチャーとのタイミングに慣れていくでしょうそして周りには実力派のバッターが揃っているので大谷選手は最高の環境で野球ができているんですただ一方で彼がメジャーリーグで輝いている一方で日本プロ野球の情報があまり取り上げられていないことも気になります大谷選手の影響もあって メジャーリーグについての話題が多くなり、日本プロ野球に関する情報が少なくなっています。これでは、日本の才能ある選手たちがみんなアメリカに行ってしまうんじゃないかと心配になります。日本の野球がアメリカの2000球の選手たちを排出するようになってしまうのではないかと思います。ところで、ベッツ、大谷、フリーマンの位置、2、3番の打撃成績は凄まじいですよね。どの選手も長打が期待できて どこからででもチャンスを生み出せそうです大谷選手が背後にフリーマンを抱えていることで敬遠される機会も減るでしょうし50本ヒットも狙えそうですね今年のドジャースは本当に楽しみですね今シーズン彼は手術からの回復中で投球の調整をシーズン中に行う予定だそうですだから彼がバッターに焦点を当てると言ってもあまり期待しすぎない方が良いんじゃないでしょうか。 シーズン開始前からこんなに打たれると期待せざるを得ませんよねさすがの強力なバッティングラインナップが大いに効果を発揮しているみたいで大谷選手も着実に調整を進めているようです打率や打席数打点が一気に増えていく感じがしますね本当に素晴らしいボールの打ちっぷりでしたねセンターが後方に振り向いてフェンスを見つめあっという間にフェンスに当たりましたボールがが中間に転がる間にに転る 彼は楽々と三塁まで進むまさに別次元のプレイヤーですね今年が本当に楽しみですオープン戦で無理にホームランを狙うのは怖いですよね怪我のリスクが増えるので何かしら緩んでいるというコメントも見かけますがこれが結果として出ているのなら今は緩んでいても良いかもしれませんねわら現時点では大谷選手が実際に打席に立って体の調子を確認できれば十分なんです 本番が楽しみですね。そしてこのシーズンはピッチャーとして見ることはできませんがバッティングに集中するシーズンでの活躍が期待されています怪我ににには気をつけて、て安全にシーズンに入って欲しいですね。そう考えると彼は昨週に手術を受けたばかりなので今シーズンはまさかこんなに絶好調とは成績が下がるのも仕方ないと思いますが今の打撃を見ていると。 50本以上ホームランを打ちそうな予感がしますね期待していますかドジャースの監督や選手たちも大谷選手の打撃が素晴らしいと感じているでしょうがその偉大さはまだまだこれからだと思います最近は彼のことを忘れていましたが改めて考えると大谷はデュアルウィルダーなんですよ来年も投げ続けて打ち続けたらもう満足できなくなるかもしれませんね彼は多くの投球をし 多くの三振を奪い、そして、目の前で巨大なホームランを打てばドジャースの選手がベンチで頭を抱えて「あ,あ参ったな」って言ってるシーンが想像できますね彼は巧みな技術でヒットを重ねフェンス直撃の打球を打ち窮地でも力強く外野に飛ばすために全力を尽くしていますオープン戦ならまだしもシーズン中の妥当な状況なら走りながらのホームランもありそうですね 今年は本当に期待大です対戦相手のピッチャーがまだ調整段階にあるのであまり言及できないですが彼はちょうど調子が良いのかもしれませんねバッターにフォーカスすることでこうなるのでしょうか後者の場合ホームラン王だけでなく三冠王も狙えるかもしれませんね大谷選手がその目標を達成できるかもしれないと思うと心配ですねその後は来年に向けて投球にフォーカスして サイ・ヤング賞を目指してほしいです大谷選手の成功を心配している人が多いみたいですどちらに向かって風が吹くのかそのあたりを話してみましょう結婚発表以降彼は野球に集中できているようでそれが続くといいですねチームの勝利に十分な貢献をしてくれていますし開幕戦までこの調子で続けてほしいですねこれをシーズン中も維持したいです毎年要求ががどどんどん大きくなっていますが けがなく乗り越えられれば、きっと成果を出せるでしょう。今年はホームランだけでなく、打点も増えることが期待されています。去年は孤立したホームランが多かったですが、今年はベースが常に占拠されているし、次のバッターもフリーマン。三振が減る可能性が高いですね。彼が素晴らしい数字を残すことでしょう。彼はあまりにも驚異的で、来年もバッターに専念するようにとの声が上がるかもしれませんね。 笑でも、バッターとしての大谷選手はそれほどでもないとの声もあるようですね。右投げなので内角の甘い球しかもらえないとか、機会がないとか、ただ技術的には他のトップバッターよりも高い打率を誇っているそうです。言ったことが面白いことばかりだったあの人が、涙を流してボールを打てないってのも見てみたいですね。そして、結婚も発表して、今は野球にも取り組んでいるようですね。 もう開幕が待ち遠しいですね。このチームで活躍できるなら、相手チームは大変ですね。本当に期待を裏切らないプレーを見せてくれそうです。私は朝が苦手なので、仕事が午後から始まるのがありがたいです。